ユニツカ株式会社は本店を兵庫県天賀崎市に本社を大阪市中央区と東京都中央区に置く日本の繊維メーカーでありフィルムや樹脂など非繊維へ拡大三菱 UFJ 銀行系緑会メンバーコーポレートスローガンは We Realize It 日経平均株価の構成銘柄1969年10月日望株式会社が 日本レイヨン株式会社を合併し誕生した。セニ事業だけでなく、高分子事業、機能資材事業にも進出している。経営理念の、暮らしと技術を結ぶことによって社会に貢献するに、基づいており、2030年近傍を見据えた目指す、姿、長期ビジョン、GSTEP30 を策定。新型コロナウイルス感染症流行に再始政府、等からの要請を受け、 医療用ガウンの緊急生産体制を構築し、供給したことにより、感染拡大及び社会の混乱抑制に貢献した二百九十九の企業、団体の一つとして、梶山経済産業大臣から感謝状を受領。日報と日本令4の合併時、旧社名には関わりのない新しい社名であること、及び新社名がそのまま商標に使用できることを条件として、 全社員から新社名の募集を行った。応募は約2万5000点に及んだが、その多くはすでに商標登録されており、特に3から4字のカタカナの名称で登録されていないものを選ぶのは難しかった。そのため、両者は協議を行って、英語で結合したを意味するユナイテッドの言う、両者の社名に共通すると2文字の日、英語で、 会社を意味するカンパニーの顔組み合わせ日望と日本レイオンとが結びついた会社であることを意味するユニチカを社名とすることを決定したユニチカ記念館かつては貝塚工場の女子バレーボール部が除名であったバレーボール部のみならず1975年世界選手権で準優勝を果たした日本代表の半数以上を排出した平野工場の女子バスケットボール部やうつき 太古が現役時代に所属したことで知られる、タルイ工場のソフトボール部、ト和工場の軟式定球部、宇治工場の陸上競技部も競合であった。1954年にユニチカの前身である大日本宝石は、貝塚工場に全社統一の女子バレーボール部を設立した。それが日本女子バレー史に散々と輝く日望貝塚である。 1961年のヨーロッパ遠征では24戦全勝の戦績を残し東洋の魔女と呼ばれた。1962年の世界選手権には単独チームで参加し優勝している。1964年の東京オリンピックでもほとんどの日本代表を排出資金メダル獲得に大きな貢献をした。長らく無敗であったが、1966年に258。 連勝でストップした当時、この出来事は社会的な事象として取り扱われた。1969年からチーム名はユニチカ・カイズカと変わったものの、日本女子バレーボールを牽引してきた。1994年に日本リーグが V リーグにリニューアルされてからは、チームの愛称をユニチカ・フェニックスにした。企業業績の悪化を受け、2000年7月に活動を、 停止し、選手などはトーレに完全遺跡という形を取り、チームはトーレアローズに生まれ変わった。なお、フェニックスは2005年からユニチカラグビー部の愛称として再び使用されている。2007年度より組織が改編され、トップウェスト A1 所属となる。1974年にフブキジュンを起用して以来、ユニチカマスコットガールを企業シンボルとして採用している。 任期は1から3年間で、これまでに、手塚里美、紺野美子、大友美波、松田里奈などを選出している。また1970年から、水着キャンペーンがある、ユニチカスイムウェアキャンペーンモデルを採用していた。カイ夏川結衣、内田秋、元上奈美、米倉良子、北川博美、滝沢沙織と多くのタレント、女優を輩出した。2000年より、 ユニチカマスコットガールに統合されている。2019年8月28日、同社が製造した不織布と子会社の日本エステルが製造した不織布の原料のポリエステル製の綿について製品の伸び具合や加熱時の収縮率などの検査データを取引先との契約基準を満たしていないにもかかわらず改ざんして出荷していたことが報道によって明らかになった。 少なくとも2013年8月以降の5年間に、わたり、改ざんが行われていた模様で、製品の数は合わせて76種類に及ぶとしている。同社は、安全性に問題がなく、取引先からの苦情もないとの理由で、報道があるまで公表しなかった。2015年10月1日、ユニチカは豊橋市明けの町松並の事業所跡地約27万。 平方メートルを積水ハウスに63億円で売却。この土地は1951年4月にユニチカが市から無償で譲り受けた旧軍用地で締結された契約書には第二本房石株式会社は将来敷地のうちで使用する計画を放棄した部分はこれを豊橋市に返還すると記載されていた。 豊橋市民130人は無償で譲り受けた土地を売却したのは契約違反として2016年8月23日、ユニチカに63億円の損害賠償を支払わせるよう、佐原孝一市長に求める訴えを提起した。原告団の団長は愛知大学名誉教授の宮入孝一。ユニチカは売却の前年の2014年10月9日、さらに今後、 敷地の売却及び開発を行うにあたり、豊橋様にご相談させていただきたいと記載した文書を提出しており、市の責任が強く問われる住民訴訟となった。2018年2月8日、名古屋地方裁判所は住民側の訴えを認め、佐原市長に全額の請求を命じた。佐原は賠償請求できる立場にないとして2月19日、 補助参加人のユニチカと共に控訴した。2019年7月16日、名古屋高等裁判所は、工場などに使っていなかった一部の土地は、返還義務があり、土地は賠償請求すべきだとして、訴えを全面的に認めた一審判決を変更し、沢ラに約20億9000万円の請求を命じた。遅延損害金の請求も認めた。被告の沢原、 補助参加人のユニチカ、原告側の住民がそれぞれ7月29日付で上告した。2020年7月21日、最高裁は同日付の決定で住民側、市側双方の上告を退けた。約20億9000万円を請求するよう触らに、明治た二審判決が確定した。ありがとうございます。